ドラムスティックドラムスティックとは打楽器を叩く棒のこと。負、材質、サイズ、形状、重量を合わせて多種類のものがある。握った時の感触、叩き心地、鳴る音など叩く人の好み、演奏する音楽に合わせて選んで使用する。スティックから出てくる音は、チップショルダー、長さ、太さなど複数の要素が関係しており、 簡単に言うと、長く太くなるほど大音量が得やすく、細く短くなるほど繊細な音を得やすくなる。同じ太さ、長さでもチップショルダーの違いで音に変化が出る。ドラマーは普通、スティックバックに複数組のドラムスティックを入れておき、曲に合わせて選んだり、折れた時に替えを取り出す。シグネーチャーモデルと称し、著名な演奏者が使用するのと同等の楽器が、 一般向けに売り出されることがあるが、ドラムスティックにおいても様々なメーカーから多数発売されている。コンサートライブでは、観客席にドラムスティックを投げるドラマーも数多い。長短がある。ショルダーは奏者に与える影響が大きく、ショルダー部分が太いと先端に重心を感じ、細いと手元に重心を感じる。先端に重心があると音量が増大し、手元に重心があると、 細やかな表現が豊かになる傾向がある。長さ 40cm 程度、太さ 1.5cm 程度を中心に、長短、大細、重軽、多くの種類がある。ありがとうございます。